にちは。大きいアレンジメントと花瓶の花教室ブーケットパフュームです。本日はこちらのグロリオサを花瓶に生けてみたいと思います。どうぞ最後までご視聴ください。グロリオサを使った花瓶のお花が生き終わりました。少しこちら側に伸ばすように意識して生けています。そして、今日一緒に合わせたのはこちらは白いクジャクの羽です。ブーケットパフュームで